イエーイ、すごい、お祭りだ。はい、ということでお祭りです。本日はなんと1700日、毎日配信突破。すごい、やばいね、やりすぎたんじゃないとか思っちゃいますけど、元気ですか？アップアップガールズかっこにきの梶島あやです。どうも、ちょっと綺麗じゃないな。おお、たくさんの方応援ありがとうございます。嬉しい。おお、てってちゃん、しょうくん、ガンム、北島真也くん、ありがとう。炎上くん、炎上くんか、炎上くん、ありがとうございます。あ、メガネくん、ありがとうございます。いやー、皆さんお元気ですか？ありと元気ですって。あ、はい、カジマのこの毎日配信が始まって約ちょっと1回あれだね、1回ちょっといろいろ調べてみるね。1700日、1700日前は2018年の2月15日だったということで、まだね、高校を卒業する直前ですね。なので今が22年なんで、4年弱ですね。4年弱、毎日配信をしているってことで、2回お休みしてるのか。毎日お休みチケットか、お休みチケットを2回使ってるので、まあ、毎日って言いたいところなんですけど、2回も使ってます2回お休みしてるんですけどね、すいません。こう毎日ってこう堂々と言っていいのかちょっと分かんないんですが有給は2回使ってるんですが、4.65、 あ、そうなの。じゃあ4年やってる。あ、そっか、4年はやってんだ。だから5年弱やってる。いや、私アップガニキに入ってからもうほぼずっとショールーム毎日やってるってことなのかな。ということで、今日はケーキを買ってきました。ちょっと実は今日食べちゃダメなんで、明日健康診断なんであんま食べちゃダメなんですけど、まだ大丈夫ということで、ちょっと早めに食べます。お休みの理由は1個は寝過ごしたのと、もう1個は実家でパーティーしてたっていう、この2回ですね。わー、すごい。わー、シュークリームをいただきたいと思います。イエーイ。衣装入るか不安ですね。そう、さっき千夏のショールームで、千夏がとニーナが衣装をね、私たちの衣装を作ってくれてるんですよ、今。ありがとうね。それでウエストの身長を聞かれて答えたんですけど、なんかどうも私が着ているズボンではち切れたことがあったやつを思い出し、ゾゾタウンでウエストを調べたんですよ、そのズボンのウエスト。したら私が測ったウエストより5センチもでかかったわけ。だからあれと思って、私このサイズでいったらはち切れるなと思いまして、5センチも違う。それではいただきたいと思います。1700日、おめでとう。イエーイ。ケーキちゃうんかい。だからケーキ、私だってケーキ、何あれよね、生クリームが今まで食べれないから。タルトがあったのよ、このケーキ屋さんに。でもそのタルトがなんかクリームって言って、
ただきます。うまっ、おいしい。今日なんか消化にいいものと思って鍋にしたんだけど、おいしい。カヌレ食べるいいよ、おいしい。うん、バニラ若干効いてる。なんか昨日茶碗蒸し食べたんですけど、茶碗蒸し食べれるようになったよね。絶対食べ方違うけど、これで食べちゃおう。うん、なんかみんなめっちゃカヌレ食べてない？みんなケーキとか用意してんの？みんないいんで、おにぎりとかでいいんだよ。カジノバースデーじゃなくて、今日のパーティーは全然何でもいいんだからね。でもみんな食べなさい。夜ご飯はしっかり食べるのよ。やばいね、1700日か。1700日前の自分は高校3年生でしたね。で、将来が不安でたまらなかった時代だったかも。でも学校は行かないってパパと約束して、高卒でアイドル一本になって、うん、オーディションの配信から続いてるんだよ。私は結構配信ちょくちょくやっておいたから、トータル配信数で言ったらもう相当な数になるとは思うんだけど、毎日配信始めたのが高校3年生の卒業直前だったかな。なのかな。カジです、こんばんは。ありがとうに来てくれて、ありがとう。そう、うん、うん、お名前読みます。半分のひろきくん、はめまおちゃん、みなこんちゃん、あいゆうくん、かーくん、みぽんず、みぽんず、しんじくん、ほうじろうくん、えいみ、めっちゃくれてる、ありがとう。しんじくんがチケット買ってくれてる、ありがとう。
じくん羽田だよ。ありがとう。鹿島空港にチケットが到着いたしました。ありがとう。これそう新次君これぞ。ありがとう。多分さ、この1月4日ってめちゃめちゃ忙しい時期だと思うんですけど、よかったらね。うわー、買ったら何が何でも一回絶対行かんといけんけんって、その作戦やって、あー無理せずね、でも待ってますめちゃめちゃ待ってます。ありがとうございます。嬉しい。頑張るね。その文化人が貸してください。ありがとう。イカスクセムナイクン丁目、ありがとうございます。アイニングザーやらんで、ちょっと待って、恥ずかしい。アイニングザー、ありがとうございます。アイヤです。ありがとう、嬉しいな。いや本当にそうだな、続いてよかった努力って何って聞かれた時に、結果が結構見に行くタイプなんですけど、私は。でもショールームは1700日っていう数と、皆さんの私が配信して来てくれる方がいるよっていうのが努力しできたのかなって思える感じで、すごく嬉しいです。ニッポンザハートありがとう。Thank you, thank you。ありがとうございます。いただきます。嬉しい。あやの浸透率が上がってきてるな。1700日前はあやって名前が出るだけで、ざわざわってしたもんね。だって誰みたいな、勝ち島が強すぎて誰みたいな感じではあったからね。うん、泣かないでだって、イエイ、泣きそうじゃないかも、全然大丈夫だ。確かに BGM が幸せの半径になりますね、この曲は。私が結構ショールームでも歌ってる曲かもしれないのでね。いやーよかった。きっとショールームがなかったら出会えなかった方もいたと思うし、ショールームがあったから好きになったよって方もいただろうし、本当に嬉しい。いや本当にショールームってでかいよね、私の中では。最近あやの呼びやすいやつもいいかなって思ってきちゃったもんね、私も。あやちゃんですいやでも恥ずかしいね、照れるのよあやって言われると。ありがとう。高島彩さん、上田彩さん、高島彩、三大彩、入れるかな入れるかしら。茅島きっかけ復活してほしい。いや本当に茅島きっかけっていうイベントがあったんですよ。これは私がなんか2、3年、コロナが流行する前まで結構ずっとやってたんですよ。月に1回トークイベントを開くっていう、下北沢でのカフェでトークイベントやって、ゲストさん呼んだりとか、自分でメニュー考えてカレー出したりとか、いろいろやらせていただいていたイベントがあったんですけども、そう、わー新宿めちゃ可愛い、いただきました。じゃあスクショタイムとかでいい、こんな、新宿ありがとう。なんだろう、ちょっとまだこれお腹いっぱいなってきちゃって残ってるけど、わI'm sorry.
クショタイム。みんなちょっとは私のこと好きになってくれる人が1700日とはいえ一日一日が全て大事な一日だったので、長く見てくださってる方も最近見始めたよってくださってる方も全て本当に私の一日一日がすごく心に刻まれているので、これからもどうかどうか応援していただけると嬉しいです。うん、ちょっとじゃないやろ、こちらでありがとう、せいくんありがとうございます、はなじくんもありがとうございます、めちゃくちゃ出る、さかいさん、わえけーありがとうございます、あいゆうくん、きのめくん、ゆいたろくん、しんじくん、きぜつくん、じぇいくん、いっぱい書きます、ありがとうございます。あやで挟んでるのやばいね、あやおめでとう、あや家事のショールームを見るためにアプリをインストールした思い出ねえ、そうだよね、めちゃめちゃそのエピソードをすっごい頭に残ってる、あやのためにショールームみたいなこんな言い方してないのごめんなさい、ね、いや本当に嬉しいな、うん、カジシマこんなんですが、これからもどうか応援して、あおなんか飛ばしちゃった、演じる演じてなってた、あやあやってすごい呼ぶじゃんめちゃめちゃあやって呼ばれてる、うん、ごちそうさまでした、飛ばしちゃった、本当にカスタードクリーム好きなんだよね、好きじゃなかったら見てないだろ、積んでるなんかすごいいい言葉が来てます、多かれ少なかれあやたんはあやのために何か新しいことを始めていると思う、なんかすごくカルタとかにしたいもん、なんかさショールームで出てきた言葉だけでカルタ作らない？2000日記念はカルタにする、グッズショールームで名言集めてみたいな、私だけに限らずファンの人のやつとか集めたりするカルタとかにする、あとショールームの私のいつも見てくださってる皆さんでカルト作れると思う、そうだけ今壇上にいる3位エイミーさん、2位ミポンズさん、1位シンジ君でしょ、だからもう絵と詩とかミとかも全部あるわけよ、だから全部いけると思うあーからんまで多分あるんじゃないって思ってきた、でかぶってもいれるから、打っても入れるって、入れる、うん、取り札はあやちゃんの 名写真、そう写真と一緒にみたいな、うん、梶島流行語大賞っていうのがありまして、これは毎年、まあ、年末ぐらいにあの1年でショールームの中で流行った言葉だったり、ショールームに生まれた言葉、カジシマヤの周りでよく使われた言葉を年末に集めてノミネート作品発表して、そこからカジシマ流行語大賞っていう賞を年始に発表するっていうイベントが毎年やってるんですけど、今年もやる予定なんですが、去年はそうですね、ここにねツイッターの
コメン、何、プロフィール欄にパラリンピック聖火ランナーと誰も知らないアイドルっていうこの2つが書いてあるんですが、これは鹿島流行語大賞の去年の移民な賞と最優秀賞かなになります。うん、ハッシュタグ鹿島流行語大賞でツイッターにいっぱい出てくると思うんで、歴代の見れると思うんですけど、なんかそういうのもあるんですよね、鹿島流行語大賞。そしててってちゃんがゼップ羽田のチケットを買ってくれました。ありがとうございます。はいはい、てっちゃんありがとうございます。嬉しい、ありがとう。あやを流行らせすぎないでね。ありがとうございます。いや嬉しい、ありがとうね。いや本当に今年は焼肉かなってきて、この焼肉っていうのもさ、ありまして、私たちテレビ電話特典会というのをやらせていただいていて、それは For You っていうアプリでやってるんですけど、それはこうお家から自分がお家からやることが多くて、お家で待機してたんですよ。もうすぐ時間だなみたいな、テレビ電話の時間忘れないようにしようとか思ってたんだけど、鹿島家で焼肉をねしてたの、めっちゃ久しぶりに。そしたらね、すっぽかっちゃったことがあったの。だから私が焼肉を食べるたびにいろんな人に言われるの、焼肉大丈夫食べてみたいな感じで、もう私あれはすごくやってしまったなって思ってて、結構大きめの失敗ということで、メモってるって、うわ嬉しい、ありがとう、メモっといて逆に。初期がいる、よかったよかった。私が忘れちゃうからさ、そうなんだよ、私今まで何言ってたっけみたいな。あとみんなの方が覚えてたりとかするんだよね結構、うん、そう、いや今月も実家に帰るタイミングが何回かあるんですよ。だからもう For You はない時間だとは思うけど、なんか怖いもん、実家に帰ったらなんかやっちゃうんじゃないかなって思って。めっちゃ怖いの。焼肉めっちゃ美味しかったの。しかも買い出しもパパと一緒に行ってスーパーで肉買ってとかやってたんだよ。迎えちゃったんだよね、やっちゃった。うん、焼肉美味しいんだもん。めっちゃ途切れてるって。嘘、やばい、本当にマジで、なんでだろう。鍋の季節、あーそう、今日鍋食べました、牛タン。そう、焼肉その時牛タンを食べたの。私が一番好きなのが牛タンで、もう浮かれたよね、牛タンでやっちゃったよね、もうみんな気をつけようね。みんなやることないか、私そういうことをちょっとやっちゃったりするからね。そうそう、さっき千夏の配信の時でも鍋の話しちゃったけど、鍋が美味しくてさ、鍋なの失敗しちゃう。でも本当好き嫌いが減ってきて嬉しいね。豆乳鍋とかあんまり食べる機会もなかったし、なんか白いから毛嫌いしてたのかな。いやでも豆乳は苦手なんよ、やっぱり豆乳は苦手なんだけど、豆乳鍋は食べた。豆乳鍋と豆乳って同じ味がするのかな、どうなんだろう。エミハートありがとうございます。歌詞ど忘れ、あや冷や汗かいて、や青ざめた、歌詞をど忘れ、あや冷や汗かいて、やや青ざめた、やや青ざめた、やや青ざめた、
歌詞をど忘れ、ど忘れあや、あれど忘れか、歌詞をど忘れあや冷や汗かいて、やや青ざめた。歌詞ど忘れあや冷や汗かいて、やや青ざめた。歌詞ど忘れあや、あ難しいね。歌詞ど忘れあや冷や汗かいて、あ、歌詞ど忘れあや冷や汗かいて、やや青ざめた。歌詞ど忘れあや冷や汗かいて、やや青ざめた。歌詞ど忘れあや冷や汗かいて、やや青ざめた。な、うん、そう、フレーバー付き糖にも飲めない、飲めないね。あのソイなんとかとかも飲めない、ソイダメだね、苦手です。いやでもなんでだろうね、やっぱ白いものって基本的に私毛嫌いしちゃう癖があるんだよね。塩分がプラスすれば大丈夫。あでもそうだね、私甘みに弱いかも。牛乳もあの甘みとかがすごく苦手だったり、生クリームもふわっとした香りってやっぱ甘みが苦手だったりするよね。だからしょっぱいものの方が食べられるようなことが増えるかも。うん。あなたにはと泣かないな。てか飲み物系が本当に苦手。あの乳系。なんかちょっと想像するだけでもダメなの。飲む系だから罰ゲームの飲む系とかできればやりたくないって思っちゃう。ダメだね、本当に苦手です。そう、なんかだから飲む、なんか私敏感なんですよ、めっちゃおえってなっちゃうタイプなんですよすごいすぐおえってなっちゃうタイプで、うん、敏感なんですで飲み物系は特におえってなりがち。カルピスは好きなんです。なんでだろうね、申し訳ないな。なんかコウコウくん、どうもカリシマと申しますありがとう、17回新金おめでとう。あそうなんです、そんなにやっちゃっちゃかじゃんちゃん、そんなにやったかたかたかたんたんた、めっちゃやってます配信、嬉しい。なんか30分ぐらい配信すると1000人ぐらい行くのが嬉しいね。ありがとうございます。でほんとそう、舌が分かる、舌が拒絶。いやほんとなんか私結構あの日常的に終えってなることが多いんですけどこの間ボイストレーニングを先生とやってる時に、あのすいませんちょっと吐きそうですって言ってそれもなんか私ベロがすごく動きが硬くて、あのなんていうのかな、このベロの力っていうのを取り除けば、あの何、もうちょっと声が出しやすくなるよって、ベロの力を抜くためのストレッチみたいなのをやったりするんだけど、それでおいってなったダメだよね、すごい苦手なんですよ、聞けば聞くほど好き嫌い。いや好き嫌い、好き嫌いしか見えなくない。いや本当好き嫌い多すぎてどうしたらいいんだろうってめっちゃ思ってるよ。催眠術の効果はねもうすぐ切れちゃって、あのあとあの克服、牛乳飲めるようにしてあげるよって言ってくださったんだけど、私もう本当に牛乳飲みたくなくて、飲みたくなくてみたいなって言ってごめんなさいって言っちゃったうん、なんか嫌いなものはなくしたいんだけど、いや何度も挑戦して嫌いなものだともうますますダメだよね、ちょっと悲しい。皆さんも嫌いなものはなくしていきましょうね。まあないと思うけど、みんなあんまりないんだろうなって思うよ。でも私野菜とかさ一個も嫌いなもんないしさ、なんかね、なんで牛乳なんだろう、本当に嫌だ豆乳が苦手なんですよ。でも豆乳鍋を飲めるようになりました。飲めるじゃん、食べれるようになりますすごすぎる。めっちゃ冬だな。みんなが好きな曲何、あ、
手が触れちゃってオーバードライブが流れます。おはぎ、あ、まだ嫌いなものあった。私おはぎダメですねえ、嫌いなもの多すぎ本当に。おはぎはもう分かんないもん、何が美味しいのかが。どうしても絶対に美味しいものだと分かってる。ママとか大好きですよ、おはぎ。うん、そのままおはぎめっちゃ好きで、いや分かってるんだよ、絶対に美味しいって分かってるんだけど。そう、おはぎってさ、ご飯や、うん、あれぐらいのご飯だって全然食べれるわけよ。お赤飯も食べれるし、そう、でもあんこもすっごい好きなの。ただ一緒に食べれないっていうのがおはぎ。唯一なんだろう、組み合わせで苦手なのがおはぎの気がします。そうそうそう、中が餅じゃないから、私はおはぎは餅だと思ってはないの。もち米は好きなので、そう、おはぎは餅だと思ってないから、うん、そうそう、だからね、多分別にしたら全然食べれるんだろうなって唯一思うやつ。そう、私は法則が結構あるの、ね、で牛乳嫌いとかお餅が嫌いだったりとかもあるんですけど、おはぎは分かんない、なんで嫌いなのか、謎です。うーん、私好き嫌いの話になっちゃったんですけど、この2000日、次2000日まで頑張ります。好き嫌いなくせるように。赤飯大好きなんです。お赤飯は中学校ぐらいの時かな、一番好きな食べ物でした。嫌いなもの自体は少ない方じゃないですか。嫌いなものはお餅と牛乳くらいですね。うん、食わず嫌い王は勝てないな、絶対すぐ実食ドゥルドゥルドゥル参りました、すぐなっちゃう。そうね、嫌いだけど無理すれば耐えられる。無理すれば耐えられるのはクラムチャウダーが限界かなとは。厳しい、牛乳とかも多分ダメだし、もうバレちゃうような感じだと思う。耐えられるのは、でおはぎも多分もう一切食べれないと思う。お餅ギリギリ、うわーでも食べれるのかな、口の中残っちゃいそう。うん、県民賞出られないとって、マジ好き嫌いの話めっちゃ多いよね。私好き嫌いの話めっちゃしちゃうんだよね、なんか恥ずかしい。旅番組無理やって、どういうこと？あ、好き嫌いが多いからってこと？お団子もダメだね。みたらし団子も食べれない。あんこも食べれない。うん、お餅は小さく砕いて、あの、トースターで焼いたら食べれます。おせんべいみたいにすればいける。そうだね。そうだね。僕らのコッパドラ、好き嫌いの話ばっかりしてしまいましたけど、1700日、経ちましたが、なんと好き嫌いはそんなに変わってなかった。雪見大福苦手です、食べれない。うん、すごい辛い顔で美味しいですも見てみたいって、きついねーでもまあ克服したいですな。全然違う、1700日にする話じゃないかもしれないけど、私が機種変更しようかなと思ってる件について、契約上の関係で今月中に機種変をした方が安いよってことに気づいたんですね。何買ったらいいかな。 iPhone今12なの、 iPhone12 なんだけどさ、 iPhone14 か、 iPhone14 するべき、14
カジョンと同じパーカーのやつ昔着てたって。本当？このパーカーで今日一日過ごしてました岸に行ってる時間ありそうだって、ね、一応あるかなって思ってる。後半、今月の後半ぐらいにね行けるかなって思ってて、うん、いやプロとかはいい、できるだけ安いのがいいな。でも台本高いよね。どうしたらいいかな。そのままでいいと思うじゃん。これがですね損するんです。私の契約上ね、私の契約上今絶対買った方が良くて、どうしよう、何をどう変えたらいいの。何にしたらいいんだろう。わ、青の iPhone にしたら、うちは青だよ。そう、私は何色でもいいんだよねふは下の下唇の上の歯で噛んで40パーティーボーディーボーディーってことか。ボーディーそうだ、2年切り替え、ちょっとね2年、今ちょうど2年らしいんだけど、来月からすると、あの払わなくていい金額を6万円何万円ぐらい払わなきゃいけなくなるんで、それなら別にいいかなって思って新しいの買い替えればって思って、まあね、どっちがいいか分かんないんだけど、うーん、どっちでもいいんだろうけどね。でもやつ大切に長く使えばいいかなと思っちゃって、この契約にしてるんだったらねって思っちゃって、青の iPhone にしたアヤの時間やって言わないでください恥ずかしい、ありがとう、嬉しい嬉しい。どうしよう、なんか結構ねおかしくなるって言うじゃん携帯も。だから今のうちに交換しちゃった方が楽、いや得なんで絶対に。どうしよう、永遠と新しいものに買い替える時のプラン。そう、なんか話すと長くなっちゃって申し訳ないんだけど、ごめんね、聞いてくれる。もともと分割払いにしてたのよ。まあ一括でもよかったんだけど、分割払いにすると半分免除してくれるよっていうやつをやってたのよ。だから半額であの iPhone を使えるよっていうシステムにしてたの。でこの2年契約で2年で機種変すれば免除するよっていうシステムだったから、普通に今2年で契約続けると、あと半額続けなきゃいけないんだよねでどうせあのその半額続けて壊れるんだったら今のタイミングで買えちゃった方が楽だなって思ってて、どうしよう。 iPhone 返す。面白い顔で発言しろとは言ってないけど、面白い顔するから確かに楽しくなっちゃうね。そう、タレントさんなら最新のでもいい。いや、そうだから iPhone が壊れることだけは本当に避けたいわけ。なんでかっていうとショールームができなくなっちゃうし、私はこの iPhone がないとお仕事ができなくなっちゃうので、だから絶対にやばいって思ってるわけよ。だからもう2年でもいいかなって思ってるわけね。 iPhone プラス、いや、なんかさ、いろいろ調べてるんだけどどれがいいか分かんなくて、あ、なんか押しちゃった。まあいいや。なんかiPhone 価格比較表を見てたわけで、この間さ Apple Watch と一緒に出たでしょ、 iPhone なんとか、いろいろあるやない。てっちりありがとう。というか、そうそう、プラスだと私は多分今256GB ってやつを使ってるので、それでいきたいと思ってるのね。ちょっと容量やばいんだけど、ちなみに私の今の容量は、なんか倍ぐらいの容量を見込んで買った方がいいって聞いたんだけど、どう思いますか。どんどんでかくなるんだったら、なんかわざわざそんなにしないでいいかなって。いや、めちゃめちゃ使ってるわ。ちょっと待って、どうしたらいいね。容量、みんなどうしてる容量。
私の容量は本当に256ギガで235ギガ使ってるわ、ね、それもなんかツイッター、 LINE、 ボイスメモ、これはもうね仕事なんよ、もう絶対に消せないじゃん。これでもう20ギガぐらい使ってるのか。で写真が159、これもどうにかしなきゃいけないね。159ギガってやつのも結構使ってるな。でもどうしたらいいね、クラウドをねお金払ってんだよね。これでも100ギガどうしよう、どっちが安いと思う？クラウド、アイクラウドで、ああどっちがいいんだろう、わかんない。でも安心感か、世代落ちして使うとかなり安く済むって、マジ？本当に13でも別にいいんだよね。私14にしたい理由ないんだよ。そうないんだよね。結構変わるかな、中古とかになるの。わっ2万円ぐらい変わるか。1万円か、1万円変わるな。どうしよう、無印なら13、14ほぼ変わんないね。1万円だねえ、どうしよう。iPhone SE っていうのは SE だとダメなのかな、めっちゃ安じゃん。何が違うんだろう。でもなんか仕事で使うものだからしっかりした方がいいか。512ギガにしてめっちゃ長く使うイメージ。無理かー、どうしたらいいの。インカメの画質がいいんだって14だと。え、それ私にとっても大事じゃないとっても大事じゃない、小さめのやつか。なんかさ、さっきアップルウォッチも買ったしさ、なんかさお金使いたくないなと思うけど、毎月払ってるしなって別に変わるものはないかね。どうしよう、メモリーに余裕があった方が不具合も少ないしスピードも速い。なるほどね。待って、ホトウチ、ちょっと待って、うちがその1万円で悩んでる分をもしかして補ってくれたりしてんのかな。待って、本当にすいません、ありがとう。1700日記念、うわーすいません、足しになりすぎちゃうな、ちょっと余っちゃうかもっていう。今日はね祭りなので、ちょっとこんなんしかできないけど、あメッセージ、あ私からの700日記念フェスをお届けしよう。すいません、ありがとうございます。ホトゥーチ、ありがとうございます。はい、
すいません、なんか私がだだこねちゃったから。ありがとうございます。すいません、私の携帯がなんたらって言って、久々、確かに久しぶりに書いたかも。ありがとうございます。ちゃんとしっかり決めるね、スマホを。ちゃんと配信もするって考えて、516ギガにするべきかしら。あのさ、写真を移行するのってみんなどうしてる？どっかに入れてる？パソコンの機能でなんかできてくる、うん、私もごっそり何か入れちゃおうかな、なんかどっかに。プロがインカメラの画質がいいのか。なるほどね。私プロまではねちょっと買えないかな。うん、ちょっとね高いなって思っちゃうかな。 iPhone14 か13だな、買うなら。うん、どれがいいかなって。で256GB か512GB どっちにしようかなって。うん、全部クラウドにバックアップだと。マジクラウド月々結構かからん？え、みんな余裕？ちょっとどうしたらいいかな。どうしよう、クラウドに。そうね、確かに。そう、13でも10でもあんまり違いがないみたいで、13でもいいかな。どうしよう、まあそれはまた。そう、あ、危ない、私普通に機種、私の今普通に言いそうだったけど、いいのかなって言わないでいいか。普通に言いそうだったけど、向こうに行ってもバレてるな。 PC に入れてる。確かに写真がものすごくさ使う。もうちょっと容量整理してから考えようかな。そうだね、うんうん、確かに。クラウドだって、え、月々どれぐらい？私さ240円ぐらい払ってるんだけど、月々。もっと行った方がいいとこってよね。確かに。外付けハードディスク、わかる。うち外付けハードディスク2枚ぐらい写真だ。そっか、それに入れるか。うちも、うん、プロだと14と13の違い大きそうだね。確かに。プロちょっと買えないな、私には。確かにな。月々130円。ああ、なので50ギガか。マジで写真一回移行するか。うん。それがいいと思う、私も。ね、いらんってそんなって話だもんね。150ギガも。そう、絶対に消せない写真いっぱいあるんだよね。なんかそう、パッと振り返った時にさ、ツイッターにこれ載せようかなとかパッて思ったりとかもするから、なかなか消せなくて。アマゾンプライムフォトがかなり使えるなって、マジ。なるほど。すごい、みんなの携帯対策大好き。ワンテラは余裕だって。何？何？ワンテラ、1テラバイトだっけ？何何？何の話だ？あ、え、うん。外付けハードディスク？
何なるほどね。それどこに言ってる外付けハードディスク。高いかな。おすすめの外付けハードディスク知ってる方いらっしゃいますか？どうしよう。え、バッファローだ。外付き4テラ使ってるって。マジ？ワンリアワンワン、すごい。8000円ぐらいで買える。高いけどいいよね。ね、待ってね、2テラで8000円、これどうですか？そう、みんなすごい詳しいわ。バッファロー、これ何ギガ？3テラ。待って、めっちゃ、内蔵 HDD が USB に変更するやつに使ったやつ。え、パソコンと外付けハードディスクがあればいける？これ MacBook、 壊れかけの MacBook だよ。確かに4テラの方が重い。お買い得。ちょっと助けて。でも4テラも使わないよね。 2テラでいいか、とりあえず。え、本当に買うよ私。ショールームやりながらやればいけるかな。バックアップも考慮しすぎないと。確かに怖すぎる、どうしよう。私が今歌うこと、そして君と出会う瞬間。本体にしか保存できない。バックアップね、Mac に、iPhone のバックアップはMac でできるんだけど、写真だけちょっと別で入れたいなと思ったので。うん、え、待って、ヤバガニキの特典で届いた動画が4ギガもあったって。マジ、何送ったっけ。マジごめんすぎる、ごめんすぎるんだけど。そうだね、みんなの意見がすごく嬉しかったわ。ということで、あと2分でニキラジが始まるのでね。めっちゃ100出ちゃった、いやー、ありがとうございます。1700日記念配信はこんな感じでした。めちゃめちゃ面白くなっちゃった。はい、ということで、明日からも毎日配信は続きます。なので、ぜひ
ぜひぜひぜひこれからも応援の方よろしくお願いします。じゃあ皆さんにキラジ聞きに行きましょう。1位はホトチンです。ありがとうございます。それではお手を拝借、せーの、以上です。また会いしましょう。あ、Amazon フォト見てみるね。ありがとう。2テラくらいいくつか持つ。あ、なるほどね。確かに壊れたらあれだもんね。あ、なるほどね。あ、みんなからいい。スクショ失敗だって。ちょっと待って、これダメダメ、してして。黒太郎くん、ありがとうございます。あらゆるものが結びついてく、狭まる世界、無線の仕組み。